聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。ここにあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかな。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。して、どちらが七つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ており、生きたまま捕らえよとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。